最終階級は、海軍中将。福井県出身。井上亀吉の息子として生まれる。1902年東京府立尋常中学校卒業。1904年11月、海軍兵学校を卒業し、小位候補生となり、日露戦争に、唐崎丸乗組として、出生、さらに、浅間乗組となった。1905年8月、 海軍少委任官。1909年10月、岩手分隊長となり、千代田水雷町千歳、舞鶴海兵団の各分隊長などを歴任。海軍大学校仏主学生となり、さらに海軍法術学校高等科で学び、1911年12月、第15艇隊艇長に就任。1912年4月、練習艦隊参謀に着任し、 横須賀鎮守府付、葬谷文隊長を歴任。1915年12月、海大を卒業、海軍少佐に昇進し、杉口区畜艦長となった。1916年12月、第二水雷戦隊参謀となり、鎮海洋工部参謀、軍令部出資権参謀、県ウラジオ派遣軍司令部付を務め、1919 19年12月、 海軍中佐に進級。1920年9月、舞鶴鎮守府参謀県海岸防老監督官に発令され、第二戦隊参謀を経て、海大教官となり、1923年12月、海軍大佐に昇進。1925年12月、出雲艦長に就任し、海軍省教育局第一課長、長戸艦長を歴任。 1929年11月、海軍少将に進級し、海大共闘に就任した。1931年12月、軍令部出資となり、第二水雷戦隊司令官を経て、海大校長に発令され、1934年11月、海軍中将に進んだ。1935年12月、高等技術会議議員を兼務し、 1936年3月、陳海陽光部司令官に着任した。軍令部出資を経て、1937年3月、大名そして予備役に編入となった。ありがとうございます。